か。どうしよう。お母さん左手はお母さんと手つないどく。うん、いい大丈夫。先週土曜日、愛知県豊山町の大規模接種会場、名古屋空港ターミナルビルでは、5歳から11歳までの子どもに向けた3回目の新型コロナワクチンの接種がスタート。2回目の接種から5ヶ月が経過した子どもについて接種ができるようになりました。この日の100人の予約枠はすべて埋まりました。コロナになりたくないので打ちました。あんまり痛くなかった。会場は注射が苦手な子どもたちが少しでもリラックスできるように飾り付けが施されていました。毎週土曜日にはこのほか、豊明市の藤田医科大学、岡崎市の愛知医科大学メディカルセンターでも接種が行われるほか、今日からは毎週月曜日に岡崎市の藤田医科大学岡崎医療センターでも実施される予定です。大規模の集団接種会場を設けて接種の加速を図っていきたい。接種はファイザー社製ワクチンで、各会場では来年3月末まで実施予定です。